まずは線を引く。我と貴様のリスル。そっちはどうだ。いや、義に分かちがたきを名乗らねえ。やれ笑え。忍びによる埋伏の計はうまくいっております。彼らがもたらす値千金の情報をお待ちください。どんな些細も見逃さないぜ。あれ、今なんか影と風が通って。おいおい頼むぜ。寝不足か。忍びより謎の警告あり。黒き翼を恐れよ。再会の鬼人とこひどい目にあったらしいな。徳川にやられたって話か。対岸だしな。うわあ、こんなところに隠れてやがった。突然来るなんて卑怯だぞ。こうなったら俺は遺憾の意を表明する。王の元就様はお優しかったな。傷を負わぬ程度になすがよいなんてさ。戦を動かすのは兵の数にあらず、一人の猛者。見習うろ。ここは誰かに任せる。誰か、毛利軍は大使のんだ。豊臣の全盛期よ。あんた生き地でも進んで強くなったか。俺未だに声を聞いたことがねえよ。忍びより報告あり。オリオン足を気づくとのこと。気がつけば北条の旗だらけ。驚きじゃろう。うたた寝の間にもうこれじゃ。押されてる。俺たち押されてるぜ。いただきじゃ。やりすぎではないか、風魔よ。でもないの。色なき風に抗うなど誰ができよう。半兵衛様と果たしてどちらが里勝ったか。大谷様の指揮なら大丈夫。きっと大丈夫。おー
けど。火の旗きれいに洗濯しといてよかった。わしゃ腰が痛いんじゃ。わかるな、クマ。よくやった忍び衆。さあ、いざ敵本線へと赴きましょうぞ。それほど我に会いたいか。嬉しや嬉しや。我が陣にもいるな。泳がせている影の者ども。哀れ、敵方の儚さよ。それい、三つ鱗の旗を高く掲げよう。招かれざる客ども、海の泡でも飲むがいい。まあ待て、そう無下にするな。我と主、二つのつぶらでお茶の子さいさいよ。接近を許した覚えはない。下がれ。客か。許せ、茶菓子は残っておらないんだ。星が見かった、輝いた。善はまだし、企て返しは断りたい。これは不幸か、はたまた幸か。風が通れば風魔も通れるのじゃよ。この戦火、貴様を死に誘うとも知らず。我は死ぬのか、残していくのか。試作はめぐれど、腕がめぐらぬか。難敵じゃぞ。勝算は聞くまでもないの。我は誰よりも悟く脅威であった。それ。